どうも皆さんです。さあ今日なんですけども、綺麗な、ね、スタジオにやってきたんですけど、僕これがね SNS が動画制作をね頑張っていこうということでやっているんですけども、そのつながりでね、僕の大学の先輩が会社やってまして、その先輩からのお仕事でちょっとご縁があってね、とある、ね、有名人の撮影をねお手伝いさせていただく機会がありまして、その撮影のお手伝いに来てるんですけども、今日なんとその方が一緒にね出てくださるということで来ていただきたいと思います。ダイヤモンドユカイさんです。お願いします。ありがとうございます。よろしく。ユカイさんのね、うん、TikTok をね何本かね撮影させていただいて、ありがとう。ありがとうございます。こちらこそ、うん、ありがとうございます。その動画がもうすでに何本か上がってるんで、概要欄とか飛んでいただいて見ていただきたいんですけど、概要欄ってのは点々点なんですか？点々、あ、多分点々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 ネギ、うん、なんでネギ持ってるんですか、これ。これ深谷ネギ知らない？深谷ネギ、いや、聞いたことありますよ。うん、でもまたなんで深谷ネギ持ってるんですか？深谷のね、親善大使になったんだ俺。親善大使？そうそう、それでもう常にネギを持ち歩いてる。ネギロック、ネギロック。おお実は今日はネギロックの PR 動画といいますか、ネギロックをもっと皆さんに知ってもらおうという動画の撮影で同行させていただくので、ありがとう。まあ、今日はちょっとYouTuber 渚ではなく、動画制作のね、ほら、渚としてね、こうゆかりさんのお手伝いができたと思うんで、ネギロックダンスをよろしくです。まあ、実は僕、数日前に出してるんですよね。あ、そうなの？ネギロックあ、知らなかった。知らなかったよ。そうです、もう実は数日前にネギロックのダンスを TikTok に上げていて。そうなんだ。はい、うん、これからちょっとネギロックをね、全世界に流行らせようと思って立ち上がったんだよね。深谷の親善大使です。よろしく。ネギロック、 I love ネギロック。じゃあちょっとこれから一緒に踊らせていただく動画を撮らせてもらって、でその後にユカイさんの TikTok で上がる PR の動画を撮らせていただければと思いますので、 OK、 いただきます。ナギサンキューネギロック。オウ、こっちとこっちみたいな。あ、そうする？そっちの方がかっこよさそうですよね。で、I love ネギロック。画角が結構縦なんで狭いので、うん、思いっきりのを一回やってもらっていいですか？ちょっと手の、うん、こんな感じや。あ、よいしょ。ネギロックっていつあるんですか、その本番？11月9日。11月9日、もうすぐさん出るよ。誰ですか？僕の巻。おお、うん、面白いフェスにはなる。確かに、なんせ深いだからね。はい、おふくろのふるさとなんだよね、深谷が。そうそう、たまたまそういう例があってさ。はい、だからなんとかこう深谷を盛り上げたいと思ってんだけど。あ、いいっすね、うん、すごい。この縦の画角に僕も一緒に入れるんですね。最初そう、これがあって、うん、あ、まさ引き出そうなのところで、そうそうそう、ネギを、うん、取り合いたいんですよ。あ、まさ引き出そう、これで、でん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 、難しいな、そっから。そうですね、お前ラブになるんだよ。自分入ってますね。これは入ってますね。こうなるの？これこっちだよ。はい、一回ちょっと踊ってみます。踊ってみる？はい、いいですか？いや、こういうふうに、はい、めちゃくちゃやん。気合でいってるやん。気合、気合でやってるやん。でででででで、でで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 、こうやって押さったんですよ。あ、それまた違うやつだね。違う。一回見直したんだよ。あ、そうなんですね。違うやつ。もう一回一緒に踊らせてもらっていいですか？いや。もう一回だけ同じですか？はい、
おー、ありがとうございます。OK です。はい、ありがとうございます。ゆかりさんの PR 撮りましょう。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。今急いでるんだけどみたいな感じで、もし本当的なのやってもらったら、何聞いてるんですか。何も聞いてんの。あー、ネギロックって言うんだけどっていうような感じでやってもらって。ネギロックって言ってますね。あー、そう、俺の曲だよ。え、ネギロック。僕はこう、I love ネギロック、ネギロックって言うかみたいな感じで作ったの最近。あ、そうなんですか。なんでネギなの。なんでネギなの。超えたあたりで僕が声かけ出すんで、はい、シャドウ、黒いシャドウのとこ行かないぐらいまではちょっと無視して粘って歩いちゃった。お願いします。すいません。今何聞いてるかちょっと教えてもらっていいですか。ん、何今何の曲聴いてるか教えてもらっていいですか。曲名とアーティスト名、今何の曲聴いてるかって。いや、ちょっとさ、急いでる。あ、いや、ほんと曲名とアーティスト名だけど。自分のやつだ。あ、そうなんですか。うん、曲名は。曲名、アイラブネギロックって曲だ。アイラブネギロック。うん、アイラブネギロック作ったばっかりの曲なんだ。ダイヤモンドイカさん。そうだね、本物だ。ネギロックフェスってのはね、こちらに、はい、作った曲で覚えてるネギロックフェス。そうそう、はい、よろしく。ありがとうございます。ネギロック。シーンじゃないですか。いや、すごい良かったと思います。はい、完璧です。本当にネギロック聴いてるから。あ、もうしっかり流してくれてた。そうそう、プロだ。本物のネギロキ。今日、春だし。春だし。またなんか伝わったら、よろしくお願いします。これ撮って、あ、これ僕のちょっと YouTube の方向です。すいません、両方ちょっとこう、並走しちゃってたら、ね、すいません。ネギロキもよろしくです。ゆかいさんのね、TikTok アカウント貼っておきます。あと、ネギロキの詳細も。TikTok アカウント、俺よく分かってないんで。でも貼ってきます。知ってた方がいいんだよね。知らなかったんですよ。すごい伸びてる。そうなんだ、はい、そうか。今すぐ撮影させていただいた動画すごい伸びてるのに。知らなかった。さすがロックっすね。ありがとうございます。ということで、ゆかいさんの TikTok とネギロックの詳細貼ってきますので、ふなせライフチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします、ね、それでは時間でお願いします。ショーじゃあ、ネギロック。